久保さんすごいっすねメルマンが <laughs> 奥さんが買うみたいなねなかなかファンキーですね <laughs> そんなことがあるんですねいや35万どうやって奥さん様作ったんでしょうね <laughs> へ,ろへそくりかなどうか分かんないですけどうんなんかあの,そあの一番大事なのがそこで大事なのが売れるんだっていう自信を作っていくことなんですよね みんな売れない売れないみたいなの言ってるんで、いや、売ってみろよと。じゃあ、その1人に売ってみろよって話ですよね、まずは。<laughs> まずは1人に売るっていう。まずここからスタートじゃないですかね。で、さらにその1人に対しても、あのやっぱ価格のブロックなんですよ。確かに100円だったら、まあ、売ってもいいかなってなるんだけども、いやこれが30万とか40万になってくると、大丈夫かなってなってくるんですよ。 だから、一人に売るんだけども、価格帯をどれだけ高くちゃんとセールスできるかっていうのが、結構稼ぐ上ですげえ重要なとこですね。もし100円の単価で100万円稼ぎたいんだったら、何人だ ?1 万人ぐらいですか売らないといけないんですよ。1万人あ、どうやって集めるんですか結構きついですよ、無料で。1万リスト。<laughs> 1>, <laughs> 1万リスト集めて100%コンバージョンなんかありえないですからね。 僕もそうですし、久保さんもそうですけど、久保さんのメルマガリストが当時2万リストですか、2万人全員が買うなんてありえないですからね。まコンバージョン下がるんですよ。ということは、1万人に売るってことは、なんだ、そのコンバージョン次第ですけども、結構な数、まあ、10万人とか20万人とかいないと、ちょっと難しいかもしれないですね。100円の商品でも。まあ、そもそもメールが届かないっていうのもあったりとかするので。そう だから、あの、少ない数で売り上げ上げるためには、やっぱりその単価をしっかり上げて、売っていくっていうことをしないとダメです。で、そこの価格のブロックですよね。外していかないといけないんで。だからその、久保さんが言ってた方はね、35万っていうね、まあまあな価格をこう売れたんで、かなりブロックは外れたんじゃないかなと思いますね、うん。なんかね、お金をもらうことの罪悪感がめちゃくちゃみんなあるんですよ。まあ、やったことないからね。こんな金額もらっていいのかなみたいなね。 うん、だからそこを外さないと、多分む難しいですよ。ビジネスできないですよ、うん。まあ、ユニクロとかね、100均のビジネススタイルやるんだったらいいんですよ、あなたがね。ね。もしくは、その、うん、なんだ、フランなんだその数をばーっと集めてね、ばーっとやるんだったら。でもね、一人でやっていくんだったら、物理的に無理ですからね。1万人のサポートできますか 1>, 1万通メールが来て対応できますか死にますよ。うん、前々回か前回も言いましたけど、久保さんも僕もできないですよ。1万通の1日なんだあの、ワンツーとかは <laughs>。うん、だから自分で飯食っていくんだったら、あの、ちゃんと30万ぐらいの、最低でも30万ぐらいの商品を売れるようにならないと。だって一人に売ったら飯食えるじゃないですか。30万の商品一人でも売れれば。うん。 そうじゃないですかじゃあ一人は集客できないんですかと。一人も集客できる可能性ってないんですかインターネットってっていう話で。<laughs> うん。あ、ここですね。本当にここ。だからもう、こじんまりちゃんと利益を、価格を上げて、ちゃんと売っていくっていう、ここをすることが大事かなと思いますね。だけど多くの人はやったことがないので、ブロックが非常に多いですね。お金をもらう罪悪感っていう。うん。じゃあ、給料をもらう罪悪感はないんですか 給料をもらう罪悪感はないんですか会社辞めて、このクソ会社って自分を思って働いてるのに、給料もらってるんですよ。そこに罪悪感はないんですかなんかね、とんちみたいな話ですけどね。会社辞めて、ふざけんなこの会社って言いながら、給料も少ねえみたいなね。いやいや、あげる立場になってくれと。会社辞めたい。サボってる。 そんなやつに毎月給料払うのを会,社会社側から見たらねもう最悪ですよあなたが経営者だったらねそんな従業員に金払いたいですかあなたは金もらってるんですよやめてとかねふざけんなって言っときながら給料をもらう罪悪感はないんですかいってらっしゃい